今から光源氏さんの「ガラスの10代」を歌います。アイシングアソング「光源氏ガラスの10代」。壊れそうなものばかり集めてしまうよ。輝きは飾りじゃないガラスの10代。壊れそうなものばかり集めてしまうよ。輝きは飾りじゃないガラスの10代。今からピアノの絶対音感テストをします。パーフェクトピッチテストをします。ドレミファソファミレド。当たってます。ありがとうございました。控除記録99.7%アップ。オーラルビー IO。 かまどのご飯がなぜうまいのか、象印は研究を重ねた6つの IH ヒーターで炎の揺らぎを再現したんだよ。すごいじゃん、塩分炊き。おいしいご飯は塩分炊き。おいしい。象印モランボン。モランボンのキムチチゲだ。熟成のボン。うまい。肉がうまい。野菜もうまい。濃厚でうまい。モランボンキムチチゲ用スープ。吸水ケアの超スリムはこんなポーズも。こんなポーズだって安心。こんなに薄くてもしっかり閉じ込める安心の吸収力、超スリム。日村さんってさ、欲張りだよね。嘘だったらケンタのサンドでしょ。お、チキンの上になんか乗ってない？メンチ乗って揚げ物に揚げ物。そうなんだ。チキンフィレメンチカツ、ケンタッキーならサンドでしょ。歯周病の方の約60%が知覚過敏です。歯周病に関して徹底的に考えて開発しました。シュミテクト歯周病ダブルケア、殺菌と抗炎症、2つの作用で歯周病を予防します。自信作です。やっぱりショールームに来ると手触りとかサイズ感とか自分で試せちゃったりとか。いかがでしょうか。実物って最高。ありがとうございます。タカラスタンダードのショールームへキャンペーン実施中。育毛の父ちゃん。頭皮ケアしているメンズどう思う。好きかな。頭皮ケアしてる人。ウルトラ育毛剤チャップアップ。本日は生ラーメン醤油味のラビットランキングです。では見事1位に輝いたのは一体どの商品なんでしょうか。ああ、リリーさんもまだ残っておりますね。西村殿もまだ残っております。1位はこちらでございました。菊水本場札幌濃厚醤油ラーメンということで、リリーさんの大穴あってますか。はい、あってます。そして三島殿も正解でございます。いやあれか、あれましたね、これ。いや、あれか。審議、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 審議です。はい、森山さん。いやいや、こいつ2個書いてて本命外してるんですよ。これは、え、でもあの、荒れると予想してるのはこれですから、これ実質正解なんです。先生、審議、審議。いや、もうそこ来週から2個書きますよ。ダメですから。実際その方がすごい、この方が当て方の方がすごいですよね。すごいですよね。なんでいいんすか、皆さん。やられます。え、これ、矢田さん、なんか文句はあります。だってもう最初にもう外れてましたもん。ちゃんと言い過ぎです。怒って滑られますね。ちゃんと矢田さんからの審議が入ったんで、正解は三島殿。ありがとうございます。ファミリーラブちょっと審議の対象になるんで、あまり審議はやめていただいて。そうです、マネージャーに怒られてください。矢田さん一押しの商品はちょっと圏外ということになります。圏外でしたね。美味しいのにね。では、こちらの商品どこが評価されたのかご覧ください。第1位、菊水本場札幌濃厚醤油ラーメン2食入り300円。スープは濃い口醤油とたまり醤油2種類の醤油に、豚のうまみと香味野菜の香りを効かせ、濃厚ながらも後味さっぱり、コシと弾力のある中太ちぢれ麺との相性抜群。すごい、これは本当完成度抜群でしたね。
あの生麺はそこら辺で買ってきてできるっていうそんなレベルじゃない商品なんで、そこに大きな価値はあると思います。最高だと思います。もう1位にふさわしいと思います。